さらさん、YouTube、今回から始めるということですけど、本当だよ、もう YouTube だけは手を出さないと思ってるね。いよいよやろうと思います、はい、僕もね、気づいたら2万レシピ以上あるわけ。これをね、はい、そろそろこうまとめないと、もったいないな、はい、笠原将弘の料理の細道、かっこいいでしょ。私はもう松尾芭蕉になります。早速一品目は、一品目はね、みんなも好きだと思いますし、まあ、僕はね、あの実家が焼き鳥屋でしたから、ね、鶏肉料理がとてもね好きなんで、みんなが好きだと思う鶏の唐揚げを今日は、ね、いきたいと思います。唐揚げだけで多分8000レシピだ。まあ今日はね、これは鶏のもも肉です。今日はまあせっかくなんでね、手羽も2種類の唐揚げいきます。鶏のもも肉と手羽のね唐揚げで、味的にもドストライクな、めちゃくちゃうまそうじゃないですか。で、周りがカリカリサクサク、中ジューシー、もうこれさえ覚えときゃね、勝ったも同然ですよ。まだ鶏肉のね、下処理から丁寧に教えてしまいます、はい。まあ、よくね、みんなね、鶏肉をね、掃除する掃除するって言いますけども、じゃあ掃除ってどこするんだと。僕はね、まずね、触ってみて骨が残ってないかをまず見ます。こことかついてますね、これ骨でね、こういうの取ってあげた方がいい。まず骨をね、骨が残ってないかと取るのと、で、あとまあこうね、結構こう周りにこういう油の部分、これ別に食べられるんですけれども、油のところはくどいんで、まあね、この辺はちょっと切ってあげると。でもこういうね、油の部分とかは冷凍して取っといて、なんか大根煮るときとかにちょっと入れたりとかね、そうすると鶏の旨味が出ますから、無駄なく使ってくださいね。これであと皆さんね、これ1枚でもも肉もも肉言ってますけれども、人間で例えたらここがももなのね、はい、でこっちすねなの、はい、ですねの方にこういう筋があります。こういうの ね、これ筋です。これもね、よくね、筋切りって切るんですけれども、僕はね、あんまり切り目を入れると美味しい肉汁が出ちゃう気がするんで、こう筋はね、なるべくこうやって引っ張って取っていただきたい。切るんじゃなくて筋だけをこうやって取る、目立つやつだけね。結構細かい作業なんですね。本当に美味しい料理を作りたいと思ったらこういうのやんなきゃダメですよ。そしたらあとはこれをね、一口大に切りますけれども、鶏肉はね、あんまり小さく切ってしまうと美味しいこうジューシーなね、肉汁がジュワーって感じにならないんで、結構大きめに切ります。大体ね、どんぐらいかな、一切れもこんぐらいあっていいんじゃないかな、こんぐらいは欲しいね。はい、じゃあこんな感じでね、結構大ぶりですよ。こんな感じで切れます。下味をつけますね。お醤油、お酒、お酒はね、あのちゃんとした飲めるお酒を使ってほしいですね。あの料理酒って言ってますけれども、料理酒はね、塩分が入っててね、全然味が変わってしまいますのでね、安くていいんで飲めるお酒ね。あとこれお砂糖です。これおろしニンニク、ニンニクと生姜両方入れます。だこれはもうね、この辺からは大体あの香り系のものというかね、お好みな世界になってくるんで、このあとデートでニンニク臭いのは困るわって方は生姜だけでもいいし、ね、ちょっとお塩も入れます。醤油入れてるんだけど、やっぱ少しね、お塩もね、パラパラパラって入れてくると味が締まります。であとよくね、揉み込むことね。これね、できたらもうね、時間があれば一晩ぐらい置いておいてもいいです。しっかりと味がつくからね。今日はまあ大体これで30分ぐらい置けばね、味も染み込む。でその間に手羽先も味付けしましょうね。手羽先は同じ鶏肉ですけれども、全面皮で覆われてます。全面皮で覆われてるってことは何かというと、味の染み込みが染み込みにくいです。手羽先に関してはちょっとクスクス穴開けます。かわいそうだけどね、フォークでプスプス穴開けてます。こんなフォークで穴開けてるとね、ブッチャーを思い出すけどね。ブッチャー、黒い呪術師アブドアブドーラザブッチャー、なんであれ城樋口がさこんなチェックしてんのにいつも追ってくるんだろう、ね、子供心に不思議だったけどね。
これもね、手羽先穴開けたら下味つけますよ。手羽先はさっき言ったように味が染み込みにくいんで、醤油とかよりももういきなり塩の方がいいです。塩で味付けする。塩とニンニク、これでまず込み、ね、全体をもう揉み込みます。ここでね、しっかりと塩を揉み込んで、こうちょっとテカった感じになりますよね。こうね、全体にお肉に塩が揉み込まれたら、香り付けでごま油を入れます。全体にしっかりとこうね、塩と油を揉み込んでテカった感じにします。まあ大体30分は置きましょうね。両方30分下味付けてね、置いておきたいと思います。はい、じゃあ大体30分ほど置いてきましたんでね、次じゃあ衣をつける作業をやります。でもも肉の方は少し調味料が残ってますから、この余分な汁気は捨てますよ。でここにまずこれ薄力粉ね、ここまあ適当ね、適量これぐらい入れて、ここでね、また揉み込んでください。ちょっとここでネチョネチョにします。そうするとこの小麦粉、今薄力粉を入れたこの薄力粉が残ってた調味料を吸って周りにまとわりつくことによって、さらに味がしっかりとつきますので、ね、でこれで揚げるわけじゃなくて、このネチョネチョ状態にしてさらに周りに片栗粉をつけていきます。さらに、うん、あんまり両手を汚さないようにしてこのネチョったやつを入れて、入れては、ね、手で全体につけてあげると作業が綺麗かなと思います。もうたっぷりまんべんなくてつけてください。で周りのこの片栗粉がこのサクサクっとした本来の衣の美味しい役割を果たしてくれるっていうのは、そういうイメージ。片栗粉をつけるときにこの鶏の皮の部分がね、ちゃんと外に来るように成形してね、つけてあげます。唐揚げをね、よし今日唐揚げにしようと思ったらね、めちゃくちゃいっぱい揚げた方がいい。皆さんね、お家で揚げ物大変って言うでしょ、でその日の一品だけ作って、で油の処分どうしよう、それでその日食べきれなくても唐揚げなんて別にね、次の日でもまた温め直して食べてもいいし、次の日はなんかいう甘酢のあんかけをかけて酢豚みたいにしたりとか、ね、タルタルかけてチキン南蛮みたいにしたりとか。うちのおばあちゃんもね、天ぷらをよく家で揚げてたけどね、恐ろしい量の天ぷら揚げてたから、おばあちゃん、なん天ぷら屋になったのちっちゃい頃聞いたもん。はい、じゃあ片栗粉つけたらしばらくね、こうやってね、重ならないようにバットとかに並べて空気に触れさせておくといいです。余計周りがガリッとなります。単純に表面を乾燥させるようなイメージだよね。周りに水分がない方がガリッとなる。なるほど、うん、今度は手羽、手羽の方はちょっと衣を変えたくてね、あんまりお家でないかもしれないけど、今日はこれ使う強力粉。強力粉、うん、強力粉っていうのは基本的にはあのパンとかを焼くときに使う粉ね。ですぐね、強力粉がね、サラサラしてるんですよ、薄力粉よりも。粒子が細かいというか、何かまぶすときにもまぶしやすいです。強力粉の方がやっぱこう周りがガリっていう感じになるね。うん、だからまあ強力粉がね、うちはないわって方は別に薄力粉でもいいですよ。じゃあこんな感じです。すごく綺麗、ね、うん。じゃあ今度揚げていきます。じゃあこうお店だからこうね、大きい揚げ鍋があってはたっぷりの油を使いますけれども、ご家庭だったらまあこんなに油ね用意できないと思うから、そこそこでいいですよ。油の温度は170度ね。170度はね、こうやってお箸とかをじゃあ入れました。入れてちょっとだったらふわーって泡立ってきたでしょ。これでやって170度ぐらい目安としてこれ揚げます。でまあこのね、できたらこの皮目の方を下にしてね、入れてあげると、やっぱ皮をしっかり揚げた方が美味しいです。3分揚げます。鶏肉はね、今日はね、かなり大ぶりに切ってるっていうのもありますけれども、火の通るのにはね、意外と時間がかかる。鶏肉はね、水分量が多いお肉なんで、多分皆さんもね、ご家庭で、あ、こう
失敗したっていう経験あると思うんだけど、結構長く揚げたのに切ったらまだ中が生っぽかった、うん、で油に入れてすぐいじらないこと、周りがカチッと固まるまでは1分間ぐらいは見てるだけ、揚げ物全般に言えます、唐揚げだけじゃないでしょうか、とんかつ揚げるときも天ぷら揚げるときも、みんなねすぐにいじるから衣が剥がれちゃったりとかね、そういうことがあります。で1分ぐらいして周りがねカチッと固まったらこうちょっとこうほぐしてあげるというか、やっぱお鍋の位置によって多少温度帯が違うからね、もうちょっとこう油の中でほぐして、はい3分で、3分でまだ全然中まで火が通ってません、うん、こんな感じだけれども、まだ全然中まで火が通ってません、 でも一回揚げてしまいます。大きいですね、こういう大きいでしょ、でもこれぐらい大きい方が美味しいからってだけ、みんな小さく切りすぎなんだよ、早く火通したら、はい、そうするとパサつく原因にもなるし、やっぱこの周りがね、カリッ、中ジューシー、そこを目指したかったらこれぐらい大ぶりです。それでここで3分揚げたでしょ、3分休ませます。え、3分休ませる、今ここで休ませてる間に余熱で火が入る、2度揚げされるってこと、そう、2度揚げ、二度揚げが僕は唐揚げの極意だと思いますね。一度だとやっぱしこうね、周りが揚げすぎになっちゃうのかなと思うんだよね。で人間だってお風呂上がり暑いでしょ、そんなイメージ、鶏肉だって今暑いわけ、中ですごいこう肉汁が興奮状態になってる、それを落ち着かせながらここでじわ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 とね火を通していく、この余熱をうまく使うと鶏肉料理が上手になります。3分休ませてる間に、例えば何もしないのももったいないから手羽もいっちゃいましょうか。手羽も同じ170度でいいからね。手羽も3分。手羽の方も大体3分ほど食べましたね。手羽は本当に少ないですね。よりこの薄衣だから、ね、一見なんかもう全然衣ついてないような感じです。でこれもやはり3分揚げたら3分休ませます。あとね、こまめにこういうね、カスはすくうことね、油が早く傷んじゃいますからね、揚げたらとにかく油はきれいにすると。さあ、じゃあ今度は二度揚げいきます。ちょっと、わかるかな、すごい入れた瞬間にキラ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 ってこれ泡立ってるんですよ、はい、これは何だと思いますか。そう、水分、これ要は今鶏肉を休ませてる間に中の鶏のね持ってる水分が興奮状態で衣の内側についてあるんですよ。でそれをみんなほっとくから時間が経つとベシャッとした唐揚げになって、内側から出てきて衣についてしまった水分をこの二度揚げの時にこれ飛ばしてるんですよ。そうするとさらにカリッ、2回目の揚げは衣をカリッとさらにさせることと最後の加熱ね、この2つの役割があります。で2回目はもう衣がしっかり固まってるからすぐにリッチして、わざとね空気に触れさせるというか、ちょっとより一層周りの水分がね蒸発してくれる。で2回目はね大体ね2分ぐらい、水分が落ち着いて、で周りがちょうど美味しいこんがりきつね色になってめちゃくちゃうまそうじゃないですか。このカリカリ感が伝わってきます、ね、カリカリ感がすごいでしょ、ほらわかるかな、カリカリ感、これがやっぱね薄力粉とね片栗粉のダブル使いで実現するめくるめくカリカリな衣の世界がやってきた。じゃあさらに休ませといた手羽も同じような意味でもう一回揚げます。これもやはりもう2分ぐらいね、料理って科学だと思うからやっぱ何度だとこういう風に火が通るとかやっぱちゃんとした理ね全部 理論があるから、僕の修行時代なんかさ30年ぐらい前だとさ
あれなんでこうやるんですかって聞くと、昔からこうやってるんやでおしまいだった。科学的な意味とかを教えてくれる人があんまりいなかった、はいはい、でもやっぱそれじゃダメだな、うん、でだん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 こう料理界もさ、いろんなそういうのを調べるようになるんですけどね。昔で言うとね、出し取る時もさ、昆布を前の日からつけといてとかね、いろいろあるんだけど、やっぱ調べると昆布って何度ぐらいが一番味が出るなとか分かってくるわけ、うん、でも昔はそこまでは分かってなかったけど、でもなんとなくそれをやってたわけ。前の日からつけて沸くまでちょっと時間をかけて沸かすとかね。だから昔の料理人さんもそうすると美味しいっていうのは分かってたんだけど、それを理論的に説明できる人までいなかったんですよね。だからその理由が分かると料理って上手になるよ。ほら美味しそうでしょこれも。それでさらに僕は、ね、まあ大体唐揚げってよくパセリとかついてくるでしょ、はいはい、そのままよりもパセリってね、ちょっと揚げてあげると美味しいからね、揚げましょう。素揚げ、素揚げパセリって揚げると美味しい。こんな感じでちょっとねサクッとした感じになります。さあじゃあこれで完成ですよ。盛り付けて食べましょう。はい、そのカリカリパセリ。パセリの感じで。美味しそうだ。手羽先に関しては最後にちょっとこうね、おまけで上からパラパラパラとお塩、あとホワイトペッパー、これがあります。これ最後の仕上げでかけて美味しい。はい、じゃあ完成ですよ。唐揚げ2種。うまそうですね。ほら。ビールお願いします。はい。ありがとうございます、矢部さん。矢部さん。うちの矢部さんです。矢部さんも食べて。うん。美味しいでしょ。美味しい。まず、大ぶりに切ること。ね。しっかり下味を揉み込むことね。あと、衣の付け方。薄力粉をまずね、ちょっとさせて。でその周りに片栗粉をつけることによってこのカリカリサクサクが抜ける、うん、あと2度揚げだよね。その辺を押さえてもらえればあなたも唐揚げ屋が開けるかもしれない。最高だね。いい撮影だね。